はじめさんのブリーゼがなかったら大変でしたよ。とっても涼しいし目も痛くないの。パパはすごいの。はじめパパはすごいね。なあ白さ、香織、はじめパパっていうのはやめてくれよ。でもミュウちゃんには普通に呼ばれてるよね。でも私もいつか子供ができたら、その時は。残念、明るい家族計画は万全。はじめと故郷デートの計画も。ミュウエははじめくんが好きなアニメとか漫画とか知ってる？それは、でも今は関係ない。今のはじめくんどう見てもアニメキャラでしょ。香織、好きな人の好きなものを知らないで勝ち誇れる？なら私も教えてあげる。はじめの好きなこと。ベッドの上での。ベッドの上ってやっぱりもう仲良しじゃないお姉ちゃんたちなんて嫌い。お二人ともミュウちゃんの前でみっともないですよ。